和田センチャイショーレビー板倉ノート。さてこの試合ですが、高崎さん、はい、青コーナーのこの小森はここまで5戦全勝なんですね、はい、そうなんですが、デビュー戦がですね10年前なんですよ。あ、そんなに古いんですね、はいはい、で1年余りで、5戦5勝5連勝して、そこから一時離れてたんですね。あ、久しぶりのリングなんですね。そうです、9年ぶりの、プロのリングとなります。はい、という意味ではもうなんというか再デビューに近いような形ですよね。そうですね、はいはい、こちらアックスの座は先ほどご紹介しましたが、8月に津田和也相手に1ラウンド KO 勝ちを収めています。さてその試合が始まります。いきなり出るのはアックス小野田。小野田選手はあの3勝は全部KO 勝ちなんですが、5敗も全部 KO 負けで、まあ、KO、TKO、はい、勝っても負けても KO 決着というそういう選手ですね。すごい曲げが近いですね。近いですね、まあ、あのアックス選手は、はい、どんどん出るアックス小野田。サウスポーと紹介しましたが、小森はこれオーソドックススタイルです。あ、なんかあの接近戦で玉砕していくタイプですね。そういうタイプですね、はい、アックス小野田出てくるところ右のパンチを振ります。でも小森選手がいいですね、はい、膝がすごくいいですね、はい、冷静に。しかしアックス小野田の左右のフック、鈴木志郎さんどういう印象ですかここまで。小野田選手は最近当て感、倒す感覚を掴んでるんで、僕これ一発ダウンか KO あると思いますよ。あ、小野田選手の、はい、1ラウンド目でみんな強いん で、 そうなんです、ね、ここで失速してきたところで当てるからですね。ガンガン行きますね。ただガンガン行きます。小森選手本当膝とかね、あのうまく当ててますよ、はい、この左ミドルもいいですね、はい、左のミドル、そして膝、左の膝がいいですね、膝綺麗ですね、アックス小野田出る、それでも出る、本気で倒そうとしてるんで、これは僕あると思いますよ、はい、右のハイキック、今度は左、ちょっとバランスを崩しました小森玲也。一応小野田選手は最近あのディフェンスをあのジム総出であの作り直したということで、ああそうなんですか、はい、まあ、だからあのそれで勝率上げようということなんですけども、はい、いかがでしょうかね。またいい膝が出ました小森。いい膝ですね、効きました、筋抵かな、ローブローか、あ、これはローブローですね。この間に小野田選手は回復して冷静に次のプランを考えた方がいいですね。あ、はい、逆にこれは相手選手の小森選手、これ回復したらもっと蹴りの今回転数が落ちてきたところなんですよ。あーはーはー、でここで回復時間を与えちゃうとまた蹴りの連打が止まらなくなると思うんで、ちょっとこれ小森選手が優勢になっちゃいますね。この時間でちょっとなかなか立ち直れない感じのアックス小野田、急所に入りました。試合再開です。小森がまた前蹴りから出る、そしてあっとアックス小野田も頑張っています。小森選手は本当技術がしっかりしてますよね。そうですね、蹴りの前もいけるし、しっかりしてますからね、この前は膝がいいわ。小野田はそれでも出ます。出ますね。パンチを放します。小野田選手、まっすぐのワンツー欲しいですね。フック系がオーバッカなんでバレちゃってるんで、まっすぐのワンツー当てたいですね。残り10秒を切りました。カウンター気味で小森。もう時間がほとんどありません。第1ラウンド、ここで終了です。こちら、小森玲也、本当に久しぶりのリングです。しかしその高崎さん、はい、非常にやはりこう谷川さんや鈴木さんもおっしゃっているように、はい、技術力の高さみたいなものねありますね。そうですね、本当にだから若い時に5連勝したのをうなずけるという感じで、はい、技術がしっかりしてますね、はい、もったいないですね。そうですね、10年ぶりなんて9年ぶりなんて大学受験で一旦離れたみたいで、それでまだやり直したことがあるって言って戻ってきたみたいですね。
その小森麗也です。そしてこちらはアックス大野田、積極的に出てパンチを放っています。大野田もクリーンヒットは第1ラウンドありました。もう本当周りがものすごい近くまで寄ってきて、プレッシャーかけてガンガンするタイプですね。第2ラウンドが始まります。この第1試合は延長はありません。3分3ラウンド。いやここ勝負ですね。大野田選手打ち続けれれば限りなくチャンスはつかめるんですけど、小森選手スタミナちょっと落ちてきてるんで、これは一発可能性は十分あるんで。また前を詰めてパンチを放つ小野田。ああいう感じですよね、はい、この膝。惜しい。小野田選手も当てれば倒せるのに。肘打ちなしのブラックルール。右のハイキック、小森、おっと、これはダウンですね。小森麗也、9年ぶりのリング、 KO で蹴りをつけました。本当技術がしっかりしたいい選手ですね、はい、冷静ですし、相性としては小野田選手にとっては悪い、相性が悪い選手ですよ。見事第2ラウンド KO で小野田、アックス小野田を、さあ2ラウンド33秒、アックス小野田をテクニカルノックアウトで下しました。こちらまだ効いてる表情のアックス小野田、最後はパンチですかね。ハエが入ったような気がするんですけど、ボディは効いてましたけどね、かなり。最後はこの右ですね。そうですね、最後は右なんだ。効きましたね、意外と。そうですね、9年ぶりのリングという小森麗也、勝者トロフィーが贈られます。まあ、まだ27歳ですから、はい、今後も谷川さん期待できるんじゃないですか。そうですね、まだ27歳なんだ、まあ、ちょっとなんか上行けそうな、ね、実力ある選手だと思います。バランスサーブよりバランスボールチェアが贈られます。座っただけで体幹が鍛えられるバランスボールチェアがマルームズ様から贈られます。スーパーフェザー空位なんで、あ、確かにそうですね、はい、一気に行くかもしれないですね。何キロですか。56、60ぐらい、はい、60ですね。60、はいはい、そして KO ボーナスとしまして、では大王キーズ様から KO ボーナス5万円が贈られるようです。この選手にはピュア大王キーズ様よりノックアウトボーナス5万円が贈られます。プレゼンターはピュアダイオフィールジャパン代表取締役森健吾様です。森様、ありがとうございました。これがその最後ノックアウトのシーン、これ右が決まってこれで立てませんでした。ノックアウト勝利でした。という小森麗也、これで久しぶりのリングではありましたが6戦6勝 2KO ということになりました。